ジーベル FH104 アルベルト・ケッセル・リンクが操縦する FH104 ジーベル海 H104 ハローレはドイツのジーベル社で製造された小型の総発輸送機連絡機である FH104 の軽基盤1934年に暮れ武者は全金属製の航空機を製造するために晴れに新しい工場を建設し新しい総発輸送機クレムキロリットル104の 開発作業を晴れ工場に移管した。1937年にクレム社は晴れ工場の運営をフリッツ・ジーベルに移乗し、同年 FH-104 の試作機が初飛行した。FH-104 は全金属製の胴体に合板張りの主翼、エンジンナセル下部に引き込まれる油圧式膠着装置を備えていた。本機は生誕地の町の名にちなんでハローレという名で、 知られるようになった。FH-104 は1938年に長距離飛行競技会で優勝し、1939年にはアフリカで4万キロメートルを飛翔した。1938年度のリットリオラリーでは性能賞を獲得した。第二次世界大戦中に FH-104 はドイツ国防軍の高級将校の人員輸送機やアドルフ・ガーランド、 アルベルト・ケッセル・リンク、エルンスト・ウーデットラの公用機として使用された。少なくとも15機が戦前のドイツで民間機として登録された。より大型のジーベル SI-204 は本機をもとに開発された。ジャーマンエアクラフト・オブ・ザ・セカンド・ワールド・ウォー。ありがとうございます。